ロシアのプーチン大統領が9月21日に発令した、予備役を招集する部分動員令で集められた30万人の兵士たちが過酷な環境に置かれていることが伝わっているよね。満足な訓練も受けられず、満足な装備も与えられず、精鋭部隊の盾として扱われているって情報もあるよね。犠牲が出るのも当然のやり方だもんね。ほんと、ロシアは人をなんだと思ってるんだろ。そうだね。さて今回は、ロシア軍では動員兵の損害が拡大していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。東部ドンバス地方ルハンシク州の要衝セベロドネツクは、6月に激戦の末にロシア軍に占領されていたんだけど、9月に始まったウクライナ軍の反転攻勢によって奪還される可能性が生じており、そのセベロドネツク北方約 50km にあるスバトボ近郊にはロシア軍第362連隊と第346連隊が配置されていて、ハルキウ州を奪還後ルハンシク州の解放を目指す、ウクライナ軍第92機械化歩兵旅団に対峙してその進撃を食い止めて遅延させることを命じられているんだ。ウクライナ軍第92機械化歩兵旅団は外国からの義勇兵を中心に編成されていて、T-64BV 戦車と BTR 歩兵戦闘車を保有しており、ハルキウ州奪還作戦の主力となっていた強力な部隊で、スバトボを防衛しているロシア軍部隊に苛烈な攻撃を仕掛けているんだけど、死守を命じられているロシア軍第362連隊と第346連隊の招集兵によるとみられる通信が傍受され、SNS 上に投稿されたことで、彼らの悲惨な状況が話題となっているみたい。招集兵の通話からはウクライナ軍の攻撃が激しく、俺たちはただやられるだけの肉の塊でしかないなどとの絶望に満ちた言葉が聞き取れ、俺たちには、敵の戦車や迫撃砲の砲撃を相手に戦える兵器が何もないのに、どうやって戦えというのかと叫ぶ声などが録音されていたらしいね。これら招集兵が配属されている前線の部隊では、危険な箇所に招集されたばかりの兵士を配置しているとされ、満足な訓練を受けていないため練度が低いだけでなく、旧式で錆びついているかのような小銃を与えられ、弾薬も乏しい状況でおびただしい戦死者を出していると言われているよ。この傍受された無線で窮状を訴えている招集兵は、大隊長が、補充部隊が到着するまでの2週間、ここで持ちこたえなければならないなどとざれ言をほざいていると怒りの声を上げ、満足な兵器も人員もない状況で、どうやったらここで2週間も持ちこたえられるというのかと叫び、連隊はわずか12日間で兵力の半分にあたる2500人を失ったと主張しているよ。また、この兵士の他にも上官から交代すれば刑務所に送ると脅された招集兵が、こんな墓場に放り出されているより刑務所に入った方がマシだとして、俺たちを刑務所に入れてくれと叫ぶ声も録音されていたんだって。戦場にいるよりは刑務所にいた方が安全だもんね。通常、連隊規模の部隊においては、おおよそ3割戦闘員としては6割の戦力を損耗した場合、負傷兵の手当てや抗争に戦闘要員が割かれ、さらに周囲の被害に怯えた兵士の戦意喪失などによる交代や逃亡が起こって実質戦闘に参加する人数が激減してしまい、戦力を大きく喪失して組織的戦闘が行える状態ではなくなるんだ。部隊がそのような状況に陥った場合は、全員が死傷していなくても事実上の全滅とみなされ、このことは人的被害がこれよりも少なく戦闘要員が確保できていたとしても、部隊が保有する戦車などの兵器類が大きく損耗しても同様に全滅状態とみなされ、この無線での状況を聞く限りではスバトボ周辺のロシア軍部隊はほぼ全滅状態にあると言っても過言ではないよね。しかし、それでもロシア軍の招集兵たちに前線からの交代が許されていないとしたら、彼らの後方にはロシア軍を得意の特戦隊が布陣して監視している可能性があると見られているよ。ロシア軍の特戦隊とは、正規軍とは指揮命令系統が異なる部隊が最前線の正規軍部隊を後方から監視し、正規軍兵士が命令なしに勝手に戦闘から退却する敵前逃亡行為や、あるいは投降して降伏するような行動を見せた場合に正規軍部隊に背後から攻撃を加え、
強制的に戦闘を続行させる任務を持った部隊のことで、兵士の士気を上げるための手段であり、司令官が一度死守を命じれば、特戦隊が背後に控えている部隊は文字通り死ぬまで戦うことになるみたいだね。旧ソ連時代には第二次世界大戦における、スターリングラード攻防戦で内務人民委員部 NKVD の戦闘部隊が特戦の任務につき、この戦闘におけるソ連軍戦死者の多くが特戦隊による味方討ちであったと言われているほどだよ。ロシアは全く進歩してないってことだね。ロシア軍の士気が低いのは今に始まったことではなく、2月24日に侵略が始まった当初においても指摘されていたことではあるが、それから9ヶ月経って状況はさらに悪化しているものと見られているよ。部分動員令で召集された新兵たちは旧式の小銃は与えられたものの、その他の装備を満足に与えられず、部隊によっては軍服や医薬品なども自前で用意して入隊したものが多いというんだ。貧しい地域で動員された兵士の中には、防寒服などを持たずに最前線に投入されたものも多いとされ、戦意の高いウクライナ軍の猛攻撃のみならず、これから迎える厳寒期の寒さにも耐えなければならないよ。ロシア軍は、ウクライナ全土の電気などのインフラ施設を巡航ミサイルなどで破壊して、厳寒期に暖房設備を使用できなくすることでウクライナ国民の抗戦意欲をそぐ作戦に出ており、実際に首都キーウをはじめウクライナの各都市で停電が頻発するなど電力供給に支障をきたしているみたい。しかし、この厳寒期の寒さはウクライナ国民よりも、満足な装備を持たないロシア軍兵士にこそ厳しく襲いかかるであろうとの見方が広がっているんだ。厳寒期の気温低下と日照時間の短縮は、戦場にある軍隊にとっては大きな障害となり、気温が氷点下になると兵器の不具合が起きやすくなるのはロシア、ウクライナ両軍に共通の問題ではあるが、すでに錆びついているような小銃を支給されている兵士の武器は銃剣のみとなるだろうね。また、戦車や装甲車、榴弾砲などの兵器も凍りつき、補給が途絶えがちなロシア軍は満足な整備を実施することができず、稼働率が一層低下することが想定されているよ。そして、満足な防寒設備を持たない召集兵たちは、ウクライナ軍のハイマースなどによる補給線の遮断で補給が滞ることによって、飢餓状態に陥った挙句に凍傷にかかり、そうなればもはや戦力として計算が成り立たず、これまで何度もロシアソビエト連邦を救ってきた冬将軍が、ロシア軍の大敵となって立ちはだかるであろうとの見方が広がっているんだ。さらに、厳寒期を迎える前のウクライナ東部は雨が続くなどして未舗装路や畑にぬかるみが広がっており、重量のある戦車などがはまると脱出することができなくなっているみたい。このことは、春の雪解けによるぬかるみによって戦車や軍用車両などの身動きが取れなくなり、首都キーウ攻略を諦めた侵略開始当初の状況と同じであるのだが、ロシア軍はまた同じ鉄を踏もうとしているようで、スバトボ周辺において T-72B3 などのロシア正規軍の主力戦車3両がぬかるみにはまり、ロシア軍が破壊もせずに放置したためほとんど損傷がないままウクライナ軍に回収されるなどしているね。また、特戦隊が配備されていないと見られる戦線では、相変わらずロシア軍の後退が続いていて、南部ヘルソン州では州都ヘルソン市を含むドニプロ川ドニエプル川西岸から撤退しただけでなく、防御陣地を構築しているとの噂があった東岸からも姿が見えないとの報告があるよ。後ろから撃たれる心配がないなら皆臆することなく後退するよね。一部の報道では、撤退したロシア軍はすでにドニプロ川東岸から 20km 以上後退しているとも報じられているほか、すでに再編されて東部ドネツク州の前線に移動していて、ロシア軍はザポリージャ州のメリトポリを防御拠点として要塞化しているとの情報もあるんだ。また、ヘルソン州南部に展開していた部隊もクリミア半島北部まで後退して、塹壕などの防御陣地を構築している衛星画像が出回るなど、ヘルソン州そのものを放棄するかのような動きを見せているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。